こんにちは、デリバです。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画でセブンイレブンが、Uber の加盟店になるかもしれない、そして最大の最強の加盟店になるかもしれないっていうお話をした時に、今回配達なんで、いろいろキャンペーンをやってるんですよ。で、そのキャンペーンを見てたら、最大ですね、セブンの商品が 50% 引きで配達してもらえるっていうことが分かったので、ちょっと情報を共有しようかなと。今日は皆さんが少しお得になるかもしれないっていう話を今日しようかなと思ってます。まず一番大事なのは、皆さんがその対象かどうか確認することが大事です。どうやってやるか今ご説明します。はじめに、Google で、セブンナウと検索してください。で、出てきたセブンナウのホームページを押してください。で、ここでご住所を入力していくんですけども、お届けするエリアを選んで商品をお届けを見るというところをクリックしてください。で、ここで、住所を入れていただいて、その店舗が出てくるかどうか確認します。今回ですね、スカイツリーにちょっとピンを置いて、ここで対象店舗があるか確認しますか。スカイツリー、住所はですね、途中から番地と町名はちょっと今適当に1丁目1番地って入力してます。で、ここで店舗が表記されてますね。墨田区の店舗の対象になってます。ここで商品を選んでいきます。下にスクロールしていくと、このようにジャンルが出てくるんで、ここで選択していきます。で、ポイントは、合計で1500円以上にすることですね。できれば1500円ジャストかちょっと上ぐらい。これを目指して、組み合わせしてください。例えば、カップラーメンでもいいですし、いろんなものでもいいですし、ビールも選ぶことができるんで、1回の注文で1500円以上、できれば1500円に近い金額を、選んでください。私が選んだのはこれですね。おにぎりと卵、野菜、ご飯。これで、ちょうどですね、1500円でした。で、大事なのが、お支払い方法ですね。これをPayPayにすることです。で、合計が1500円になりましたので、これで、その条件っていうのが満たされます。で、3つキャンペーンがあるんで、それを満たすために1500円してるんですが、それを説明しますね。1つは、セブン ID でログインすることですね。注文するほどお得、ステップアップ特典。7月30日まで。これをまず行うことですね。もう一度言います。セブン ID でログインすること。あとで、分かりやすいように、表にしますんで、またご説明します。2つ目は、配送料無料のキャンペーンを使うことです。これは単純です。1500円以上であれば配送料無料です。3つ目が、PayPay 払いにすることで、20% ポイントバックされます。では、詳しく解説していきます。1つ目が、一番初めに言ったセブン ID でログインすること、ユーザー限定のものですね。ステップアップ特典ということで、どんな風になっているかっていうと、対象期間中、セブン ID ログイン&1500円以上税抜きで、ご購入いただいた回数に応じて、次回以降に使えるキャンペーンコードをプレゼントしてます。で、ステップアップ特典っていうのは、このポイントになります。1回購入で207個ポイント、3回購入で307個ポイント、5回購入で457個ポイントになりますので、5回目が一番7個ポイントが返ってくるので、他のキャンペーンも合わせて、ここが最大 50% オフになる、条件となります。次、配送料無料に関してはもう単純です。1500円以上を購入すること。この1点だけです。次、支払い方法を PayPay にすることで、最大で 20% 付与されると、ポイントバックされるっていうキャンペーンです。内容は、PayPay の決済でご利用いただいたお客様に支払い金額の最大 20% を PayPay ポイントで、
戻ってくるというものです。1回あたりの付与上限は600円相当になってますんで、3000円以上購入の場合は600円ポイントバックが最大という形になります。まあいろいろ条件は書いてますが、概要欄かもしくはホームページの方貼り付けますので、詳しく見ていただいてもいいですし、今この画面今ロックしてるんでこのまま一回止めても結構です。で、これをまとめた表を1個作りました。これですね、最大 50% 引きの条件っていうのは、1つ目1500円以上を買うこと、これは税抜きですね。2つ目ペイペイ払いにすること、3つ目がセブン ID ログインを行うこと、この3つですね。で、まあ、これでですね、あの1回目と3回目と4回目で7個ポイントが、バックされるので、そこが一番割引率が高いんですけども、これね、私ねタバコ吸わないんでわからないんですけど、プロストっていうタバコの ID みたいのがあるんですけども、あれをこのセブンナウでも使ってタバコが買えるんですよ。でもしかしたらこれタバコも条件によっては使える可能性があるんで、うまくいったら免税店で買うよりもめっちゃ安くタバコ買えるかもしれないんですよ。なのでタバコ吸ってる方ちょっとお願いがあるんですけども、ぜひ今申し上げた方法でセブンナウでタバコを買って配達してもらってほしいんですよ。でこれが条件としてうまくその値引きされるかどうか、ポイントバックされるかどうか教えてほしいんですよ。ぜひコメントで教えてください。またお役に立ったなと思ったら、いいねもしくはコメントください。待ってます。以上です。デリバリーとバイクの動画を上げてます。デリバ、いいねとチャンネル登録よろしく。